皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイパート30にやっていきたいと思います。空を飛ぶ乗り物であるレアバードの、力を強くするために、雷の精霊であるボルトと契約するため、ボルトがいる洞窟にやってきています。で、前回の撮影の後にサブイベントをいくつか回収して、王様から少しねお金をもらったのと、チェスターのレベルアップのイベントを見てみました。これで一応今やっとレベル30。まあこれもねまだまだだねまあチェスター今後使うかどうかわかんないけどさてで近く多分そこだと思うんですけども、一応なんだっけか、モリスンさんの家が近いんでね、ここ活動拠点にしたらいいでしょうということで、一応ここまでね撮影が、ね、来ておきました。ここでなんかあるんだっけかな。サビ言ってるのもないよね。お、あれ？ん？なんだ君たちは。今手が離せないんだよ。もしかしてあなたはモリスンさんですか？確かに私の名はハロルド・ディ・モリスンだが、君たちは、もしかして祖父のいてたクレストのか？ええ、そうです。そうか、君たちが。本来ならば君たちの手伝いをするべきなのだろうが、私にはダースと戦う力はない。知っていると思うが、私の祖父はトリニクス・ディ・モリスン、そしてその先祖はエドワード。かの二人には素晴らしい力があった。しかし残念ながら私にはその才能は受け継がれることはなかった。気持ちだけで十分です。それより、あなたのおじいさんから私たちがこれからどうなるか聞いていますか？それを話してしまってよろしいのだろうか？やめようぜ、俺は聞きたくない。なんでよ。いいじゃん、聞いとけば。うるさいな、俺は聞きたくないんだよ。まあまあ、ここで口論はやめにしよう。そうだな、聞くのはやめておこう。え、なんでよ。聞いたっていいじゃん。人間には知ってはいけないことや知らない方がいいということがあるんだ。そんなもんかな。申し訳ありません、ハルドさん、先ほどの質問を忘れていただけますか？いやいや、気にせずに。占いみたいなもんだし聞いとけばいいのに。話を聞いてから行動したら歴史が変わっちまうだろう。自分の運命は自分で切り開くものだと私は思っております。占い師のよく使う言葉にこんな言葉がある。人の運命というものは 99% はすでに決まっているものだ。しかし残りの 1% は人の努力によって変えることができる。実のところ、私の祖父はあなた方の行く末のことは一言も語ってくれなかった。その事実をどう解釈するかは人によって様々だとは思いますが、私は 1% の希望を摘み取りたくなかったからではないかと考えます。ええ、僕もそう思います。え？ 1% しか希望がないの？そうではないと思います。ひたむきに努力する姿勢が大切ということではないでしょうか。生地結果を知っていると手を抜いたり諦めたりするからな。そっか、そうだね。本当に分かってんのか？分かってるわよ。いちいちうるさいな。こらこら、喧嘩はやめろ。まあ大したもてなしもできないが、せめてゆっくりしていてください。ありがとうございます。多分ここで回復とかもできるのかな、よくわかんない人いっぱいいるな。あ、買い物もできるんだ。まあでも大したもてねえな。ここで買い物ができて、料理人ペスカトーレ。あ、あとユークリッドで一応ステーキの料理を入手しました。これで HP 大回復みたいです。素晴らしい。ペスカトーレが消化服と解毒と麻痺か、いいねいい活動拠点だ。寝れる？あ、寝れる。
よし、じゃあ早速洞窟に入ってみよう。まあまた例のごとくね、このパートでクリアできるかどうかはちょっとわかんないけど、まあ可能な限り頑張ってみます。じゃあ行きましょう。水刺されたくそ、よいしょ。天空列班を早くマスターしないと。お、よしよし、いいね、扱いやすいな天空列班。そんなにリーチはないから、ほんとね、懐で使うことになるけど、ここかな。風は無、地は源、水は破滅、火は力。ここでいいのかな。あ、忍びの掟を忘れたのですか。忍びの里へ帰りましょう。今戻れば棟梁のお許しを得られるように私が取り計らいます。黙れ、お前こそダオス様の崇高な理想がわからぬのか。あなた方は騙されています。邪魔立てするというなら死んでもらう。仕方がありません。私は忍びの掟に従い務めを果たします。お覚悟。早すぎる。早い。無念。君は、あ、ちょっと待ってよ。行っちゃったよ。え？なんだ？あらららら？ビリってビリってる。どうしたんだ？しびれているようです。しびれてるみたいじゃん。ああ、しびれてるな。うん、しびれてるぞ。セン。助けなきゃ。クレスさん、助けてあげてください。クレス、助けてあげよう。クレス、助けるんだ。クレス、助けようぜ。ちょっと、みんなして。なんでみんな僕に言うんだよ。キャッ、あ、あ、あ、はぁ、あ、仕方がない。ああ、し、び、り、る、る。頭使えよ。大丈夫？なんとか。クレス、大丈夫ですか？ああ、でもまだビリビリするよ。電気でしびれたんだな。皆さん、申し訳ございませんでした。こんなところで何してたんだ？小さな子が一人で来る場所じゃないぞ。それは小さな子だけど、よほど強いぞこの子。この子の服って変わってるよね。失礼します。あら、どうしたのかな。さあな、急ぎなんだろう。とにかく僕たちも先に進もう。なんとなく近場に入ってきちゃったけど、ちょっと向こう側も気になるな。あ、宝があった。ホーリーボトルか。敵も出るね、やっぱね。いいよ、早くね、先駆列班マスターしたいからね。ガンガン戦っていこう。こっちは宝はあるんだ。宝があるけど、お、リングシールド。リングシールドは多分他のキャラクターで装備できる腕装備かな。盾か。ああ、本来盾が装備できないやつでも装備できる盾だ。どうしようかな。結構クラス前で頑張ることもあるからな。つけとくか。防具クラスだけちゃんと装備できてないしな。よし。あ、ここ普通に開けれるんだ。ラベンダーいっぱい貯めてね。あのルーンボトルで一気に変化させてから使おう。ドラクエだったらもう速攻食べちゃうけどさ、こっち何もねえや。じゃあ進むか。お、おお、
あ、これなんかのヒントになるかもしんない。お、空飛んでるやつにはちょっと相性が悪い。クソったれ。ほらよし、いいぞ。よいしょ。あー、なるほどなるほど、こうしてこうか。ガールフラグメン、久しぶりに本拾った。おおおおおお、超強いじゃんこれ。一気に強くなったな。もしかして俺途中のアイテム取り逃してる？侍、やるね。よいしょ、よいしょ。おっと、くっくっ、挟まれた、危ねえ。うわ、撃つ、動き早いな。え、なにこれ。くっ、いて、回復、早く。危ねえ。敵強いぞ。よし。あ、しましょう、ったそう。え、いつか、そういうことで、ちょっといいのか、合ってんのか。あら。さあ、どうする。我らに従うか、あるいは死か。助けなきゃ。クレスさん、助けてあげましょう。クレス、助けた。クレス、助けるんだ。みんなで言うの。クレス、助けようぜ。おいおい、また僕一人なんじゃないだろうな。こんなところで、仕方がない。やるか、いっぱいんな。くっ、おお、待て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 、くっ、やばい、ちょっと待って、来た。よし、待って回復。一人ぼっちかよ、ちょっと。おお、くそ。よいしょ。あ、やべ、やられた。罪のない人々への殺生の数々、許せません。残念。まだ負けてもいいべとか。いや、うまく戦えなかったな。なんかひどい目にあったけど、なんとか生きてるみたいだ。そうですか、よかった。こんなところで何してたんだい。言いたくないなら事情は聞かないけどさ。それじゃあ名前くらいなら教えてくれるかな。スズ。すずちゃんか。それじゃあすずちゃん、僕たちと一緒に行くかい。いえ、助けていただいてありがとうございました。助けられたのむしろこっちだけどね。失礼します。どうしたんだろう。何も言ってくれなきゃわからないじゃん。誰かさんと違っておしゃべりじゃないんだろ。誰かさんで誰よ。誰かさんだよ。さてね、誰だろうね。何か事情があるのでしょうか。わからんが、ボルトを探すのが先だな。そうですね。
し、あちこち回っていこう。ういー、上り階段のある部屋の右側に隠し通路あり。あー、さっきの変なこと言ってんのかな。あ、これはちょっと待って、これ出られないよね。あ、出られんだ。よいしょ。いや、さっきの負けたの悔しいな。結構ね、これから一人で頑張らなきゃいけないイベントもね、出てきそうだしね。もうちょっとうまく立ち回るようになんないとな。ちょっと待ってね。ここでしょ。あ、いっぱいやるのか。ん、そういうわけじゃない。うん、なんかやり方があるな、これ。くそったりか。よいしょ。いいよ。いやー、敵が強い。ちょっとここ後回しにしよう。こっちなんだ？宝箱が1個。よいしょ。カエル弱い。このカエル軍団は余裕だ。いやもうね、余裕、もう油断すると一瞬で危機的な状況になってしまいますね。使えないか。ルーンボトル。おいっと。あ、これ最初の部屋か。最初の部屋に戻ってきたから、ここでしょ？あ、あと。よいしょ。後ろ、後ろ。くっそ。これ挟まれるとめんどくせえな。だね。よいしょ。挟まれてる状況まずい。この技マスターまであとどれくらいかな。あと58回か。これ踏んで、踏んどくとどんだ。開いた。そういうことか。くそ、この空飛んでる敵がもうめんどくせえ。よいしょ。で、レバー、これを切り替えると、あ、こっちが電流で流れるんだ。オッケー、よし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 。うわー、でっか。待て待て待て、いって、これめちゃくちゃ高周波のやつとかね、どうしたらいいか分かんなくなる。くっ、うわ、よいしょ。よし、隙を探すのが大変。なんか時々回復してんな。よし、アックス、ハテナアックス、なんだろう。もう拾った答えらすかな。アックス、ストライクアックスかー。しょぼいやつじゃないかー。いらねー。パンとリンゴ。なんか料理しよう。
パントリングつけるやつ。同時じゃないか。私の番ですね。リンゴもらっときます。おう。いい、なんかまた。そこが開くの。開けてる。こうやると、あ、レバー壊れてんだ。ダメじゃん。あ、スルーあった。テーパー。こうか。あれ？見えない壁がある。通れない。あ、レバーがある。これで何かが切り替わった。くわー、この鎧武者が強いんだよな。サンダーブルーズ使ってくのあいつ、なんて厄介な。よいしょ。やはりもうほとんど終盤戦なのか、敵の強さも半端ないですね。よし、ダマスクスソード拾ってしまった。シルフィーブルーム、新しいほうき。パワーアップしすぎでしょう。道中なんか取り逃したんじゃないかって心配になるからやめてくんね。あ、ここワープか。え、どこまで？あ、これ出口。ここまで戻されちゃうの？なんだよ、帰り用のワープかこれ。失敗した。しかも一方通行でした。よいしょ。さあガンガン進んでいくよ。でどうしたっけか。あ、レベルも少し上がる。あれ、くそ。ほい。いや、結構ね、複雑な謎解きもありますね。複雑ってわけでもないけど、敵強いよ、ここ。よいしょ。よし。魔法が盾抜け取ってる間に。なんか回復してんな。そういうことか。わかった。雷吸収してんだ、これ。それはまずい。こっちメインにしよう。そういうことか。そうだよね。ここ雷属性のダンジョンだもんね。そういう敵、そういうの吸収する敵もいてもおかしくないか。さっきの言って何を切り替えたんだ。ん、あ、長い。お、お、セーブポイントがある。ちょっと待って、非常口へ帰りか。じゃあちょっと、あ、そうだな、今回はこの辺で、セーブして終了しようと思います。いやー、ここまで来ると敵が本当に強くてね、油断するとやられてしまいそうだ。頑張ってね、レベルもう少し上げていかないとダメだな。よし、じゃあちょっとセーブします。ね、さっきはね、なんとも無様なところを見せてしまいました。さてと。
では、テイルズ・ファンタジア実況プレイパート32、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。